ペトロは、新約聖書に登場する人物で、イエス・キリストに従った使徒の一人、初代ローマ教皇とされる、シモン・ペトロ、ペテロ、ケファとも言われる。聖人の概念を持つキリスト教諸教派において、聖人とされ、その記念日は6月29日である。カトリック教会においては、使徒の頭、聖教会においては、ペトルと呼ばれ。 パウロと並んで主座使徒の一人と捉えられている。本名は、シモンであるが、イエスにより、ケファというあだ名で呼ばれるようになった。後に同じ言葉のギレシア語訳である、ペトロスという呼び名で知られるようになる。パウロも、書簡の中で、ペトロのことを、ケファと呼んでいる。この名はイエスが、私はこの岩の上に、私の教会を建てるといったことに由来している。 日本のカトリック教会で用いられてきたペットロはラテン語に基づく表記でカトリック教会とエキュメニカル派の新共同訳聖書にも採用された。日本の聖書用語に大きな影響を与えたプロテスタントの文語訳聖書とプロテスタントの他の翻訳ではペテロと表記される。日本聖教会では教会スラブ語からペトルと転写する。 聖教会ではペトルを取座し徒との呼称を持って、数形する。また、ペトロは聖ペトロにちなむヨーロッパ諸言語の一般的な男性名としても用いられ、現代の言語では、英語のピーター、フランス語のピエール、イタリア語のピエトロ、ドイツ語のペーター、スペイン語、ポルトガル語のペドロ、ロシア語のピョートルなどのように発音される。 ホントホルストのペトロの否認1620年頃、マタイによる福音書、マルコによる福音書によればペトロはガリラヤ湖で弟アンデレと共に漁をしていてイエスに声をかけられ最初の弟子になった。ルカによる福音書ではイエスとの出会いはゲネサレとこの対岸にいる群衆への説教に向かうイエスが彼の船を使った時とされる伝承ではペトロは イエスと出会った時にはすでに比較的高齢であったという。教官副音書はいずれもペトロのシュートメがカファルナウムの自宅でイエスに癒される姿を記しており、ここからペトロが結婚していたことがわかる。ペトロは弟子のリストでも常に先頭に挙げられており、イエスの問いかけに弟子を代表して答えていることなどから、イエスの存命中から弟子たちのリーダー的、 存在であったことが伺われる。また、主、イエスの変容をペトロは、ヤコブとヨハネの選ばれた三人だけで目撃している。イエスの受難においてペトロは剣を抜き、大祭司のボクマルコスの右耳を切り落とすが、その後イエスを三度否認したことが福音書に書かれている。そうなることをイエスが、事前に予告していたことを思い出したとき、激しく泣いたとされている。 また、ヨハネによる、福音書によれば、イエスの復活時には、ヨハネと共に、イエスの墓に駆けつけている。首都原稿録ではペトロは、エルサレムにおいて、弟子たちのリーダーとして説教し、イエスの名によって、奇跡的地位を行っている。やがてヤコブが、エルサレム教団のリーダーとして活躍し始めると、ペトロは、エルサレムを離れ、各地を巡回するようになり、 ヤッファでは亡くなった少女、タビタを生き返らせる奇跡を行った。当時、イエスの教えは、ユダヤ人のみに与えられる、福音なのか、それとも、ユダヤ人以外の人々をも、対象としているのかについて議論があったが、ペトロは、ある日、清い者、清くない者、あらゆる人々に宣教するよう幻を見て、違法人への宣教も神の意志であることを理解する。カイサリアでは、 コルネリウスというローマ帝国の百人隊長をイエスの道へ導いている。コリントの信徒への手紙1によれば、ペトロは妻を連れて各地の教会を巡っていたようである。また、ガラテア書によれば、アンティオキアに滑稽を行う一派が来た時に、違法人と共に食事をすることを止め、パウロから避難された。聖ペトロの逆さり律け聖書にはそれ以上の記述はなく、 史実的にも実証できないが、外典である、ペトロ行伝にも見られる聖伝では、ローマへ宣教し、皇帝ネロによるキリスト教徒迫害下で、逆さ十字架にかけられ、伝承によれば、紀元六十七年に殉教したとされている。また同じ伝承によると、ペトロが迫害の激化したローマから避難しようと、アッピア街道を行くと、死のイエスが、反対側から歩いてきた。彼が、 主よ、どこへ行かれるのですかと問うと、イエスは、あなたが私の民を見捨てるのなら、私は、もう一度十字架にかけられるために、ローマへと答えた。彼はそれを聞いて悟り、殉教を覚悟して、ローマへ戻ったという。この時のペトロのセリフのラテン語訳、クオブジス、はよく知られるものとなり、1896年には、ポーランドのノーベル賞作家、 ヘンリック・シェンキエビチがローマにおけるキリスト教博画用を描いた同盟小説を記し、ハリウッドでも同盟タイトルで映画化されている。ピーテル・パウル・ルーベンスの描いた初代教皇、ペトロ・カトリック教会ではペトロを初代のローマ教皇とみなす。これは天の国の鍵をイエスから受け取ったペトロが権威を与えられ、それを ローマ主教としてのローマ教皇が継承したと、みなすからである。一方、正教会、非カルケドン派ではペトロが、初代アンティオキア総主教であり、後に、ローマに行き地名したとするが、全世界の教会に対する権威をペトロが持っていたとは、認めていない。正教会の教会論では、すべての主教がペトロを受け継ぐものである。一方、カトリックから分離した敬意を持つ、 プロテスタント諸教会では、ペトロの権威は継承されるものでなく、彼一代限りのものであるという解釈を示している。また多くのプロテスタント教会ではペトロを、聖ペトロ、聖ペテロと呼ぶことはしない。新約聖書の行動書簡に属する、ペトロの手紙一と、ペトロの手紙には、ペトロの書簡であるが、 高等批評では彼自身のものではないという説があり、アラマイ語母語とする、漁師出身のペトロが、書簡に現れる、一定の水準を持ったギリシア語を綴る能力があったと考えることは困難であるとの理由である。一方、聖書根本主義側からは、その論理を採用するなら、ヨハネの福音書や、手紙、目録、また、マタイの福音書の著者も誰なのか確定できなくなる。 秘書あるいは、教えを継承したものによって記されたものが、出所、ソースの名に返せられたことは、十分考えられることであるとして批判している。第三者の著作であるとの見解を持つ進学者の中にも、第一書簡については、ギリシア語を話すペトロの同伴者のもので、比較的よくペトロの思想を反映している、可能性を指摘する者も,もいる。第二書簡は、 二世紀以後の著作である可能性が指摘される。第二書簡が聖典しされたのは四世紀半ば以後であり、シリア聖教会では六世紀まで、第二書簡を聖典には数えなかった。また、新約外典の中にも、ペトロの目視録などペトロの名を冠した文書があるが、これらは、初代教会の時代から、ペトロのものとは考えられておらず、聖典に収められることがなかった。 かつて、ローマの郊外であった、バチカンの丘のペトロの墓と伝えられる場所に後世になって建てられたのが、サンピエトロ大聖堂である。サンピエトロ大聖堂の主祭段下には、ペトロの墓所があるという伝承が伝えられていたが、実際は、どうだったのかは長きにわたって、謎とされていた。しかし1939年以降、ローマ教皇ピウス12世は、 考古学者のチームにクリプタの学術的調査を依頼した。すると、紀元2世紀に作られたとされるトロパイオンが発見され、その周囲に母産に訪れた人々のものと思われる落書きやペトロへの願い事が書かれているのが見つかった。さらにそのトロパイオンの中央部から丁寧に埋葬された男性の遺骨が発掘された。この人物は1世紀の人物で、年齢は60歳代。 堂々たる体格をしていたと思われ、古代において王の色とされていた紫の布で包まれていた。1949年8月22日のニューヨークタイムズはこれこそペトロの遺骨であると報じて世界を驚かせた。さらに1968年にパウロ6世はこの遺骨が納得できる方法でペトロのものであると確認されたと発表した。 もちろん考古学的には、上記の状況証拠しかないので、審議については、半世紀以上が経過した2010年代になっても、論争が続いている。当該遺骨は発掘後、専用の棺が作られて、そこに収められた上で、クリプタに設けられた、専用の施設に安置されている。通常は一般には、非公開であるが、教皇フランシスコは、この公開を許可し、 2013年11月24日、前年10月から行われていた新光年の締めくくりミサの中で、この棺が初めて公開された。カラバジオによるペトロの否認ジョルジュ・ドラトゥールによるペトロの否認。ありがとうございます。